今城山公園の中に入ってきました。まだ七分咲きってとこですかね。大桜満開なんですけどね、ちょうどぴったり逆光になっちゃってるから、あ、この辺からだったらちょっといいかな。あそこにしだれ桜が1本だけあるんですけど、見頃ですね。おはようございます。だいぶ見頃になってきましたね。そうですね、そうですよね。この場所で4月の4日に点灯式を行う予定であります。あ、これ比べるとやっぱり違うな。うん、咲いてきましたね。あ、咲いてきた。うん、